アレクサンダー・フレーザー・レードローは、カナダの共同組合運動家、教育学者、教育学博士。1980年に開催された、国際共同組合同盟の第27回、モスクワ大会で、西暦2000年における共同組合と題した、基調報告を行ったことで知られる。同報告は、レードロー報告と呼ばれ、 その後の世界の共同組合運動に大きな影響を与えた。聖フラニシス・コザビエル大学1907年、カナダ・ノバスコシア州生まれ。聖フラニシス・コザビエル大学を経て、トロント大学を卒業し、ノバスコシア州ケープ・ブレトン島で教職に就いた。校長、私学官ノバスコシア州教育局主事を歴任した後、1944年に、 母校セイフランシスコザビエル大学普及教育部、準主任となった。セイフランシスコザビエル大学では、同大学の司教でもあり、博士でもあったモーゼスコーディと知り合い大きな影響を受けた。コーディは、農業民や労働者の救済のために成人教育と、共同組合の普及に尽力した人物である。コーディに啓発された、レードローもまた成人教育と、 共同組合運動に熱心に取り組むようになっていき、ICA が発行する国際共同組合レビューにカナダの共同組合の動向などを1950年以降、たびたび寄稿したりしている。また、途上国援助にも関心を持ち、1956年から2年間、コロンボプランのコンサルタントとしてインドに駐在した。1958年、教職を辞して、 カナダの英語圏の生活共同組合の中央会、カナダ共同組合中央会の参事に就任した。以後、共同組合運動家として、カナダ国内にとどまらず、世界に活動の場を広げ、1959年に、イタリアナポリで開催された、協業共同組合の国際会議に、国際労働機関のコンサルタントとして出席。1962年には、 カナダの共同組合を代表して、ラテンアメリカ諸国を訪問している。1960年には、ICA の中央委員に就任し、1970年まで、務めた。そのうち1964年から1966年までは、執行委員を務めている。中央委員に就任した第21回、ローザンヌ大会では、 共同組合の発展途上国に対する援助について、既存の共同組合運動には、技術援助の能力を欠いていると発言して、特に教育サービスの援助に関する部局を ICA に設置するよう提言し、同年に開催された第2回成人教育世界会議には ICA 代表として出席した。その他、アフリカや東南アジアの共同組合について、多くの調査、 助言を行い、1968年には、経済開発と生活物資の分配のために、共同組合の力を、さらに活用しようと考えたセ論ロン政府から、王立委員会の委員長に任命されて、セ論ロンの共同組合運動の改善策を、勧告している。コーディ国際研究所中央委員会任後は、共同組合に関連するカナダ政府の、 各種委員会の委員となって活動するとともに、恩師、コーディの名が冠されたセーフランシスコザビエル大学、付属のコーディ国際研究所で、再び教弁を取った。また、カナダ帝都住宅公社に顧問として参画し、社会住宅法を寄贈して、カナダの住宅共同組合の発展を図った。九百八十年には、ICA 第十七回モスクワ大会において、 西暦2000年における共同組合というテーマで基調報告を行い採択されている。自ら基調報告を行ったモスクワ大会から1ヶ月余り後の1980年11月末に動脈決戦で死去。モスクワ大会後も共同組合の発展にかける熱意は衰えず、2週間前に自らの住む地域で共同組合住宅団地の 建設を計画する住宅共同組合の理事長に選任されたばかりであった。カナダ帝都、住宅公社、レードローはカナダの住宅問題に強い関心を持ち、住宅政策の主目的はカナダ人に自由な選択の余地を広げることという信念のもと、ヒエリ系継続住宅共同組合を提唱した。カナダ帝都、 住宅公社の顧問に就任すると社会住宅法を起草して住宅共同組合の発展を図った。5つの共同組合がこの法律に基づいたカナダ政府の計画に参画しカナダの住宅共同組合は全体で10万世帯以上に共同組合住宅を供給するまでに成長している。ICA モスクワ大会が開かれた コスモスホテル1979年、翌1980年に開催される ICA 第27回モスクワ大会の基調報告を ICA から依頼された。レードローはすでに70歳を超えていたが ICA の各専門委員会の議長や初期長に聞き取りを行ったり ICA 本部で各種資料を分析するなどロンドンに 長期滞在して、精力的に報告書を取りまとめた。この報告の中で、1980年当時の社会情勢を分析して、若干狂気地味た方向へ進んでいるとの認識を示し、共同組合こそが正気の島であるべきだと説いた。しかし、かつて第一の危機、第二の危機を克服した共同組合は、現在、深刻な第三の危機に見舞われている。 すなわち、共同組合の理論や思想より、事業、経営を優先するあまり、そもそも共同組合とは何者であるのか、他の企業と変わりないのかという共同組合の真の、性格と目的が、漠然化していると警鐘を鳴らした。そして、共同組合が、思想的な危機を克服して、正規の島となるために、を重視すること。 そして、以下の4つの優先分野を今後共同組合が特に力を入れるべき分野として提案した。世界の上を満たす共同組合生産的労働のための共同組合保全者社,社会のための共同組合共同組合地域社会の建設、西暦2000年における共同組合は多くの共同組合人に衝撃を与えるとともに共感を呼んだ。この報告は一部に 批判や疑問の声があったものの、レードロー報告と呼ばれて高く評価され、共同組合史上最も重要な文書の一つとされる。そして、1984年第28回ハンブルク大会の世界的諸問題と、共同組合1988年第29回ストックホルム大会の 共同組合と基本的価値1992年第30回東京大会の変化する世界における共同組合の価値などを経て1995年第31回マンチェスター大会での共同組合原則改定へと続く議論の基礎となるなどその後の世界の共同組合運動の指針となった共同組合の調査研究のために 各国の共同組合を訪れた際、相手の言葉に素直に耳を傾け、自らの考えを率直に語るレードローの真摯な姿勢は多くの人々に感銘を与えた。世界各地を調査して回る中で思いがけず、出会った共同組合の活動に素直に感動し、そして自身の理論を自らの共同組合での実践を通じて検証し続けたレードローは、 多くの著書で次のような言葉を記している。ABCDEFGHIJKLMNOP 鈴木学、共同思想の源流を探る、ナン、no. バー 36AF レードロー、生活共同組合研究350号、政教総合研究所、2005年、68ページ、ABCDE 島田慶一郎、レードロー、審判共同組合辞典。 共同組合辞典編集委員会編、家の光協会、1986年、1045ページ。a b c d e f g 二上志郎、A フレード老子について、西暦2000年における共同組合、レードロー報告、A フレード老著、日本共同組合学会役編、日本経済評論者、1989年、230ページ。 ABCDFGHI 鈴木俊彦、共同組合再生の時代農林統計出版、2008年、92ページ。三輪の正尾、解説、西暦2000年における共同組合、レードロー報告、AF レードロー著日本共同組合学会役編、日本経済評論者、1989年、207ページ。ABCDFGH 前景に神。 228ページ。AB 前景二神、228から229ページ。ABCDFGH 前景二神、229ページ。AB 前景鈴木、93ページ。AB 白井厚市レードロー報告、マルコス報告から、米区報告へ、共同組合の国際化と地域化マイナス21、世紀の共同組合像を展望する。 白石正彦監修、農林中金総合研究所編、筑波書房1992年、61ページ。ABCDEFGHIJKLMN、前景鈴木、69ページ。前景二上229から230ページ。ABC 前景三輪、211ページ。白石正彦、レドロー報告30年と。 国際共同組合運動、共同組合原則、共同組合研究84号、日本共同組合学会、2010年、6ページ。ABO 島茂雄、持続経済と、共同組合から、持続可能な21世紀を、大月書店、1998年、1 1七ページ。全景林、二百十一から百十二ページ。全景白石、7ページ。 全景三輪、212から213ページ。ABC 全景二神、227ページ。鈴木学、レイドロー報告30年と、共同組合セクター論その思想的潮流、フォーケとラベルニュの論争を踏まえて、共同組合研究84号、日本共同組合学会、2010年、17ページ。ありがとうございます。